はい、皆さんこんにちは。今回はね、RC マニア高弘と昭和46郎さんね、ご協力いただいて3人で、仲良く走ってみようかなという感じでございます。まずはね、向かって右のマイティフロッグ、これノーマル、ほぼほぼノーマルだと思うんですけどね、ペンシャシがね、ちょっと赤いですよね、まあ、形は一緒でノーマルのマイティフロッグですね、ニッカドバッテリーのノーマルモーター、そして、中央のホーネット黒いマシンですね、私がドライブします、マシンで、これもノーマル、全てノーマルですね、はい、ノーマルモーターにニッカドバッテリー、そして、向かって左のグラスホッパーが昭和46年のドライブする、グラスホッパーでね、タイヤちょっと変わってますけどね、そしてバッテリーはバッテリーは同じニッカドでね、モーターが 17.5T というブラシレスシステムで走ることになっております。はい、ご協力ありがとうございます。それからね、はい、3人でちょっと仲良く走ってます。ゆっくり頑張ってください。
次。Thank you.
したでしょうか。こんな感じでね、楽しい感じで走りましたね、今回もね。はい、阪神マニア高弘とね、昭和46年のね、ご協力いただいてね、ラジコの探査を皆さんにお届けできればと思ってやっておりますのでね。あとね、リクエストなどありましたらね、楽しく走る勝負なんでもいいですけどね、リクエストありましたらコメントなどね書いていただければと思います。はい、それではね、しばさんとお互いにお願いします。それではこの動画面白いと思いましたらグッドボタン、チャンネル登録、ツイッターのフォローよろしければね、RC マニア高弘、全部ローマ字ですね、RC マニア高弘ラジコンとかで検索していただくと出てきますよね。そちらのチャンネル登録、そしてね、昭和46郎さん、昭和46郎が全て漢字でラジコン、グラスオッパーなどで、ね、検索していただくと出てきます。そちらのチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではさよなら。